暑い、暑い、今日も明日自習頑張れ、私も応援して昼夜やからなあ、なんかもうマジ夜深夜でやった方がいいと思う、うん、夜公演でも暑いよな普通に、ほんまに暑い、びっくりするわ、最近開演時間遅なったのに暑いもん、アンジュが急遽出てくれます今日ね、あの会った瞬間私はもう抱き、うちも同じ抱きしめた、同じです、もう偉い偉い、マジ偉い、ほんまにアンジュにみんな、あの、うん、本当に偉い、お疲れ様って言ってあげてください、本当にアンジュは急遽覚えてくれました、ひらひりよって、うん、会いたい、うん、18回次回へと22次回へ、あーいいね、解けないためにね、お兄したけど早く会いに来てな、頭皮が痛い、あ、やった、ありがとう、頑張れ、ゆうこさんと喋るの今日の目標、え、そう、そんないっぱい喋りかけんのに、ね、やってたってか最近もたまにやってますそうしようと撮ること目標、かわいいんだけど無理、いや、アンジュ本当にもう偉い、ね、本当にね、稽古もあるのに舞台よ、そう、本当にすごい、本当に、ね、みんな大人の人見て見てあげてください、しんどい大変っていうのが分かるから余計にさ、うん、なんか、うん、もう偉いってなる、ほんまに偉いほんまに、そうやね、まあでもミスしても誰も責めへんし、そう、責めないで、うん、みんな大丈夫、大丈夫、あ、ちょっと痛すぎるわ、ちょっと緩めてもらおう、うん、痛い、何本振った一本やねんけど、え、めっちゃ長いやつをめっちゃギュンギュンにしてもらってたからめっちゃ痛い、強いもんな、あのメイクさんすっごいうまいもん、これがめっちゃうまい、そう、うん、吐きそうぜひあの日本でちょっとあれにしてもらったら、うん、せやな、うん、本当にシアターの女神だよあの子は、で、そうやな、ね、一回撮ってたよな、一回撮ってた、うん、今日の髪型はハーフツインの三つ編みです、いや夜はやっぱポニーかな、暑そう、なんかハーフ系にしちゃったけど、うんうん、ビチョビチョになるやろな、うん、思ってる自分でも、夜の方が暑いん、昼の方が暑いやろ絶対、いやどうも、昼も夜も暑いです今日は、なので絶対水分補給が取れへんのか、でも劇場でって取れる取れる、あ、取れるやん、うん、飲んでる人おる、しっかり取ってください、あ、ポニー似合う、ありがとう、うん、お仕事できてなかった間にレイゴちゃんまた、でもまあ頑張ってるダイエットは、頑張ってます、みんな偉いよ、いや素敵な言葉ありがとう、確かにな、ありがとう、外並ばなあかんからな、そっかな、並んでくれてるんか、うん、ありがとう、本当に暑いよな、うん、生きてるだけで暑い、もう今日さ、うん、それこそ朝テレビつけたら甲子園のさ、うん、入場やっててさ、うん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 、もうなんかみんなもうめっちゃ人集まってるやん、うん、開会式みたいな、うん、めっちゃ暑そうでさ、やばいよな、マジ倒れやんといてくれと思って、うん、慣れてるとはいえさコロってきちゃう可能性あるからさ、うんうんうん、もうめっちゃ暑そうやったみんな、もうあの何フェスもすごいね、うん、暑かったよね、暑かったね、あと20分してたら誰か倒れてたよな、やばかった、私もうちもやばかった、皮膚やばかったな、ワロタの腕上がらんかったもん、うん、なんかあこうやって熱中症ってなんねんなって、うん、思ったよな、多分初期症状やった、うん、だからあれよりあれちょうどよかったよな、うん、タイムテーブルな、いやほんまに今日までかティフ、皆さん絶対気をつけてくださいね、そうや、シオンについて話さなあかんねやった、そうやでシオンはもう卒業するんですけど、そうね、同い年で貴重な、うん、唯一じゃないか、原さんを、原さんいるか、貴
ょうの同い年で家もいっぱい泊まりに行って、うん、でこの前はゆいなんちに3人で泊まって、うんうん、あとは何やろうな、カラオケも、カラオケ行ったらもううんまいうんまいな、いいな、あの子うんまいうんまいなのよ、カラオケしよんと、ほんとに、あさって卒業、そうやん、いやもう早いよ、早い、マジで、だから韓国に旅行に行った時はもうシオンにちょっと案内を頼む、うん、そうね、絶対に、間違いない、そう、でも00なのは私とシオンだけやから、やばいよ、みんな大事にしてください、00の私を、私01なので、ミレニアムズなので、ミレニアム、そっか、原さん01か、うん、そっかそっか、そうだよ、いやー、寂しいわ、なんやろな。あとはシオンと仲良くなったのは歌唱力決定戦で私が応援しに行った時に、私出ない、仲良くなって、うん、でその時にウーカさんとも全然そんな話したことなかったんけど、あ、そうだ、うん、えー、けどなんかシオンがウーカさんの部屋行きましょうって言って、行って3人でずっと夜中まで喋って、3人で川の字になって寝て、っていうので、そうなんや、結構最初から仲いいイメージやったけど、モルカーらへんから仲良くなったイメージ、あ、そうね、でもそうね、そうやな、スキダムシで選抜なって、うん、一緒にいる機会が増えて、うん、より仲良くなったって感じかな、なるほどね、そうで仲良くなって、うん、だからシオンがつなげてくれたっていう、コミュニケーション能力すごいもんな、うん、あの子、うん、最初からすごかったわ、そうなんです、必要や、ああいう子真似しようと思ってもできやんくない、ほんまにすごいもん、もうほんまにすごい、できひん、あれはすごいよ、あれは、なんかシオンを見習った、私は、うん、こんぐらい行ってもいいんやなっていう、そうやね、間違いない、そうで、そっから私もちょっと人見知りは克服しつつ、確かにめっちゃなくなったよね、うん、後輩ともめっちゃ喋れるようになったし、めっちゃ喋るな、うん、めっちゃ変わりましたね、レコちゃん、ほんまにシオンのおかげで変われましたので、うん、もう全然私より後輩で喋ってるイメージ確かにユイナって意外となんかアドバイスとかするときはめっちゃ、うん、あの後輩にこう積極的に絡んだりするけど、普段喋るかって言ったら喋らへん、あんま喋らへんから、うん、そうやね、そうやな、私よく喋るかも、そうやねんな、うん、そうすごいと思う、そうなんだよね、すごいよ、あのガツガツさは、うん、だからこそほんまに寂しいですね、またうるさいのが一人減ってしまうという M の間違いない、もううるさい人全然おらへんで、そうやな、うん、ユリナもね、うん、楽屋は全然うるさくないから、うん、そうね、うん、そうそうなの、一応ちゃんと年齢相応の性格よな、そうそうそう、めっちゃ静かやからそうやね、そう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 、なんかテンション上がっちゃうよね舞台は、うんうんうん、やっぱさ、まあ、多分だから最初 MC から始まったらめっちゃテンション低いと思う、あ確かにな、うん、めっちゃ低いと思う、めっちゃ低いと思う、うん、マジでもう、うん、めっちゃ突っ込むと思う、うん、けど一回歌って踊ったら、うん、もうバーンって上がるから、そっからもうなんかもう頭回転しださへんねんな、えなっちゃうから、うん、なんか、うん、MC とかも変なこと言い出すねんけど、うん、多分 MC から始まったら私めちゃめちゃ静かやと思う、でも結構ショールームも静かな方じゃない、静か、インスタライブとかファンルームももっと静か、うん、こんな感じです、そんな感じ、ほんまにマジ、うん、だからな、一回ね歌って踊らないとダメなんです、うん、私は大事よ、でもそれもね、そうそう、だからリハとかも意外と、うん、テンション変に高くなる時は結構あるかも、うんうんうん、めっちゃ歌ってたら、うん、確かに、そうそうそう、 MC から始まる公演、いやちょっと怖いよMC から始まる公演、それは無理やわ、なんかちょっとギア上げられへんわ盛り下がってから始まる可能性もあるもんな、うん、ちょっと怖いよな、そうなんです、意外とね、うん、よし、出口は終わりますね、そろそろ、よし、13位ぽよぽよせありがとう、12位コジ、まあ、ありがとう、11位ハマノありがとう、お、シュッとしたように見える、10位ケイタンありがとう、9位アサマックありがとう、やったね、8位ユウありがとう、
7位がルートくん、ありがとう。ちょっとこの調子を頑張ってキープできたら。6位マル、なんかやっぱこことかも関係してくるんですよ。凝ってたらやっぱこうどんどんむくんだりとかしてこうあれやから、最近はめっちゃ頑張ってほぐすようにしたりとか整体行ったりとかしょうちゃんして、頭残りも関係してくるので。ありがとう。1位がガンズン、ありがとうございました。1位はガンズン、ありがとう。ということで皆さん熱中症に気をつけて、本当にこまめに水分補給をとって、ぜひ夜公演見てください。お願いします。お願いします。バイバーイ、またね。マッサージはね、あのね、ナングラでもらったあの電動マッサージ機みたいなやつでやってます。大事です。そう、影響してくる。お、ヨシミン褒めてくれてた。やったね。うぅ、ヨシミンもめっちゃコミュ力すごいもん。マジ？うん、確かにすごいよ、あの子は。喋ったらめっちゃ喋るもんな。喋、うん、りかけてくれるし、うん、物おじせず、めっちゃすごい、あの子は。何、ミンがつく子はすごいのかもしれない。確かに、ヨシミン、シオミン、あといたっけ。あ、マナミン、マナミン、マナミンはどうなんやろ。マナミンは結構クールやけど、結構ツッコミ系かも。ズバッと言える系。あ、マナミン今日誕生日やった。あ、そうやそうや、マナミンおめでとう。おめでとう。ハッピーバースデー Do you。 お腹痛いよいしょ。温めときや。温めます、うん、いい子よね。ツッコミ唯一の同い年ねえ、やばいよ。もういや、石田さんはもうゆうちゃんやからゆうちゃんやから。毒吐くのいいやん、最高。でも私もそっちタイプやから、慣れたら毒吐いちゃう。こんにちは。いや、ちょっとねえ、頭がもう想像以上にちょっと引っ張られすぎて痛いので、もうこれ終わったらすぐにちょっと一回ちょっとやり直してもらう。昨日は、昨日私あれなんですよ、衣装店行ったわけじゃなくて、その、なんやろ、前っていうか、そう、だから昨日行ったわけじゃないんですけど、先日ですね、ナンバめっちゃ暑い、めちゃめちゃ暑いです、やばい。そう、もうね、髪型がなくて、マジで上げる髪型のレパートリーがもうこんぐらいしかない。そうなんです、小島春菜さん推しでやらせてもらってて、私ずっと本当にずっと好きで、もう本当に大好きです今でもずっと大好き、小島さんはマジで可愛い。もうずっとニャンニャンって言って、ちっちゃいニャンニャンとかよくノートに書いてました、学校の時とか。やばかった、卒業ドレスは迫力がすごかったです。でも一番私、まあいろんなね衣装、やっぱ言い訳メイビーとか、それこそあと何やろうな、まあなんかそのレコ大の時の衣装とか東京ドームの衣装とか、うわって思う、もう全部うわって思ったけど、一番オーラがあったのが前田敦子さんの卒業ドレスでした。やばかった。愛席食堂まだ見れてないの、っていうか入ってないから、何やったっけあれ、アマプラやったっけ、私アマプラ入ってないから見れへんねん、めっちゃ見たいのに。そう、ノースリーブス大好きで、私もうね、私は一番シングルではペディキュアデイが好きですね。あ、でもリラックスも好き。あ、小島祭りね、そうそうありましたよね。いやー、でも本当にもう全部がエモくて、で卒業生さんのサインとかも飾ってたんですよ、小島春菜さんとか前田敦子さんとか、もう板野友美さんとか、もうやばかった、もうすごかった。そう、だからグリーンフラッシュの衣装とか、あと恋愛サーカスの衣装とかもあったり、ハイテンションとか、いや名曲よ、種はね。いや、やばかった、ほんまにオーラが違いましたね。
で私が行った時、ちょうど行った時にとある卒業生さんもいらっしゃってて、あーってなりました。本物やってなりました。あ、ディーバさんもいいですよね。お姉さんの憧れ小島春さんから、あ、確かに憧れっていうか好きなのはもう元祖は多分小島春菜さんだと思います。あとね、あれです、小島さんのソロ曲のクラウディースカイがめっちゃ好きです。いや違います、話しかけてもないです。やっぱりあのね、プライベートなので全然話しかけてはないんですけど、卒業生さんがとあるねいらっしゃってました。あ、そんなこんなで15分が経ったので、ちょっと私は本当に頭皮が今本当に限界なのでマジで痛いので、ちょっともうちょっとすいません、終わりたいと思います。いきます。13位、ひろのさん、なんだろう、ありがとうございます。12位、ゆうゆう、ありがとうございます。11位、出まかせプリンスさん、ありがとうございます。10位、セゴドンさん、ありがとうございます。9位、ゆきひらさん、ありがとうございます。8位、リコ、ありがとうございます。7位、ちなみちゃん、ありがとうございます。6位、バロックさん、ありがとうございます。5位、ドンミョンさん、ありがとうございます。4位、あーちゃん、ありがとうございます。3位が良平さん、ありがとうございます。2位が愛花、ありがとうございます。そして1位が久尾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと頭皮が限界なので頑張りマングースです。頑張りマングースで2回公演やりたいと思います。公演終わり、今日はねだから3回配信しないといけないので、昼公演、まあ、時間があったらやって、夜公演終わりにもやってって感じで、ちょっと頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。ありがとう。